にちは、柴田です。今回はスタジオに来ております。 Zoom の MS50G を JC で鳴らしていきたいと思います。今回は JC でお試しということで、通常のインプットと裏側にあるリターン、その2種類をね試していきたいと思います。アンプのモデリングは、まあ、ベタなところでマーシャルとフェンダーとかでいきましょうかね。で、動画の後半にはですね、こちらの初期型の MS50G も同じように鳴らしていくので、興味がある方は最後までご覧ください。じゃあまず JC の音。いいっすね。設定は EQ フラットでリバーブを若干だけかけております。ではツインリバーブ踏んでみますね。フロント、でいいんですけれども、パキッとしたフェンダーらしさ、出ますね。もう一度 JC 行きましょうか。で、フェンダした感じが明らかに増している、使う価値ありな感じです。じゃあマーシャル1959いきます。ギラギラ、ボリューム絞ります。ボリュームの追従性もあります。リターンのバイパス音、ただのスピーカー機能なのでこもった感じですね。これでモデリングをします。感じですね。これはね、通常のインプットに挿した方がいいやつですね。ちょっとマーシャル行ってみましょうかね。ちょっとモコモコですね。では続いて初期型いきましょう。初期型の MS50G です。エフェクトオフです。JC 直ですね、今のは。じゃあエフェクトオンです。リアから、フロント、変えますね。では続いてマーシャルいきましょう。初期型の方は IR がついてないんですけれども、割とねパラメーターが豊富なんですよ。 50G プラスよりもつまみの数が多くて、セレクトできる部分が増えているので、音作りの仕方によってはどっちがいいと甲乙つけがたい感じですね。まあ、なかなか面白い比較になったんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。